にちは。ベースボールワン、ベースボールアナライザーの西村翔太郎です。今日も BB1 通信をご覧いただきありがとうございます。今日はピッチャーのランニング、長距離走の考え方についてお話しさせていただきます。今までの野球界ではランニングといえば長距離走というのが常識でした。しかし、さまざまな研究が進み、より効率的なランニングが解明されてきました。確かに長い距離を走ることも大切ではありますが、効率よく走るメニューがあるのであれば、それを使った方がいい、というお話をしましたが、最近の野球界では、ここに問題が発生しています。一体何が問題なのかというと、効率化が進んだ影響もあり、簡単に早く効果を得られるため、長距離走のように長く辛い時間がかかるメニューを好まなくなりました。その結果、試合時間が2時間から3時間かかる野球の試合で、集中力が続かない、我慢ができない、すぐに諦めてしまう、というネガティブな投手が多く現れ始めました。ランニングが全ての影響になっているわけではありませんが、野球というスポーツは試合時間が長く、戦局が目まぐるしく変わります。また、一瞬のプレーや一瞬の判断力も重要な要素になってきます。試合時間が長い、つまり長い時間拘束されるということです。野球選手というのは、長い時間拘束されている状態に普段から慣れておかなければいけません。その慣れるということに大きくつながっていたのが、今までの野球界では常識とされていた長距離走だったということです。長距離走というのは、こうした背景を考えると、このようにメンタルトレーニングのような効果を生み出します。効率化というのは、あくまでもパフォーマンスを効率よくレベルアップさせてくれることを指しているだけであって、投手としての全てのレベルアップをしてくれるようなものではありません。極端なことを言うと、長距離走をしなくても140キロを投げることができます。しかし、140キロを投げられても、あなたはすぐに諦める、我慢ができない、こんな投手でいたいと思いますか？すぐに諦める、我慢ができない投手というのは、ピンチに弱い、勝てない投手だということです。一流のプロ野球選手の中には、こうしたランニングをこんな時代でも一人で黙々と行う選手もまだまだたくさんいます。長距離走というのは一見効率が悪く見えてしまいますが、投手にとって大切なものをこうして与えてくれるものなのです。もしあなたがメンタルが弱い、そう感じているのなら、一人で長距離走を取り組んでみてはいかがでしょうか。今日も BB1 通信を最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。